ここでは宇宙世紀0090以降のもの。ネオジオンのフィフスルナ落としの作戦も終局に近づいた。すでにフィフスルナは核パルスエンジンに点火され、地球への落下を待つのみである。ネオジオン全軍に撤退の命令が出されようとする中、ギュネイガスの窮地を伝えられたシャアは、援護回収するためモビルスーツサザビーで出撃する。準備をお願いいたします。作戦開始です。上等じゃない、きっちりと勝ったよ。分からせや。やめてくれ、あなたと争うつもりはない。こちらが今回の報酬になります。準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。落ちろ。目標の破壊まであと少し、このまま攻め続けてください。戦わなきゃ、こんなことにはならなかったのに。こちらが今回の報酬になります。戦闘準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。上等じゃない、きっちり。今後ろが絡んでる。落ちろ。出直してきた方がいいんじゃない。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。
これ以上の抵抗はやめろ。戦闘準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。お願いだ、お願いだから邪魔をしないでくれ。パワーならこっちだって負けちゃいないはずだ。俺は引くわけにはいかない。うわあ、何もできないで。作戦終了です。見事な勝利です。こんなことしている場合じゃないんだ。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。フィフスルナで対峙するアムロとシャア。アムロの問いかけに対しシャアは反乱の真意を語る。人類が自らの力で革新できないことに絶望したシャアは地球の重力に縛られ自己中心的な支配を続ける人類を粛清することで革新へと導こうとしていたのだ。シャアのサザビーとアムロのリガゼイが切り結ぶ中、シャアは傲慢とも言える言葉でなおアムロに語りかける。二人の戦いにリュネイのヤクト動画が乱入するが、アムロはヤクト動画に一撃を与え戦場から離脱した。シャアは傷ついたギュネイのヤクト動画を伴いフィフスルナを立ち去っていった。ここでは宇宙世紀0090以降の物語を体験することができます。